ロシアのエカテリーナ・ゴルデーヴァ、セルゲイ・グリンコフのペアです。曲はベルディのレクイエム。佐野さん、このペアはカルガリーオリンピックで金メダルを取った後に、はい、この間のリレハンメルに復帰して、そしてまさに、はい、見事に金メダルという、ね、本当に実力派のペアですよね。3回転のツイストですね、はい、あの時にはブルの選手がかなり出たんですけども、この組だけですね、プロで優勝したのがですね、それだけもう実力的にはもう非常に安定しているカップルですから、私も今日は非常に楽しみにしております。スローイングのトリプルサルコーだ。おお、曲がったけども関係なく降りましたね。かなり曲がって危なかったですよ、今のは。でも決まりましたね。旧ソビエト時代にはミスがないことから滑るマシンとも言われていたんですが、その後慣れないアメリカでの生活、そして出産と苦労したことで逆に人間味のあふれる演技を身につけたと言われています。ゴルデーヴァさんは綺麗ですね、やっぱりね。綺麗、とてもお母さんとは見えませんよね。出てきたペアの選手とちょっとタイプが違いますよね。どっちかというとダンス系のアイスダンス系の、まあ、体型なり美貌なりをお持ちの方ですよね。それがあれだけ激しいペア、あんな細い足でよく耐えられるなってくらい、あんな高いところから降りてくるわけですからね、素晴らしい筋肉を持ってらっしゃるんでしょうね。さあ離れ離れになってダブルアクション、わあ決まりますね。ですね、そしてダブルですね、2回転、そして2回転ですね。さあ最後片手ですよ。
まさに見とれてしまいましたね。すごいですね。宣伝クリントップ用演技でした。もう解説できないですよ。すごいですねとかね、ね、やったとかね、うん、もうそれだけすごいです。本当すごい。最後のところですよね、これね、うん、すごい。ロシアのエカテリーナ・ゴルデーワ、セルゲイ・グリンコフのペアでした。